皆さんこんばんは、牧野でございます。早速ですね、恒例となっていますキャラクター紹介、今日はシン・メトラやっていきましょう。まずね、見た目っすよね。見た目がいい、見た目がいいんだけど、なんかコンセプトがよくわからんなんか未来っぽいんだよね。今日はこの褐色美人を説明していきましょう。メインウェポンはこちら、ビームです。もうこっからしてちょっと変わってるこの人、未来がすごい。令和の FPS はビームだ。ザリアと違うところは、最初はねビーム細いんですよ。でそんなダメージも食らわないでしょ。でもこれ当て続ければ当て続けるほど線が太くなっていくね。細麺よりも太麺の方が食べた感じするじゃないか。太麺になるだけじゃなくて威力がめちゃめちゃ高い。もう溶けちゃう溶けちゃう、誰か俺を止めてくれってな感じで、敵に当てなくても、例えば敵のバリアとか壊せるもの、ダメージ食らうものに当て続けるとカウント入ります。どんどん太くなっていく。パルトとかシグマとかのねバリアを打つと弾減らずに回復するんだよね。めちゃくちゃ溶ける理由がもう一つありまして、右クリックはこういうビームと打って変わって弾飛ばします。パルスライフルみたいな。でこれ貯めれます。右クリック押しっぱなしで貯めれて、最大チャージでまあこんな感じのダメージ。爆風判定もあるんで、敵の体に当てなくてもこうね、近くの地面に打ったりするとダメージちょっと食らう。どれだけ離れていても距離減衰しないんで、で逆にビームは射程短いんでね、だから近距離はビーム、遠距離はこういう右クリっていう風に使い分けると。アビリティはこちら、セントリータレット。地味でしょこれ。なんと今なら3つつけちゃいます。これでビームを放ってごらんなさい。あら不思議、とろけるチーズの出来上がりこれがタンクでさえ一瞬で溶かすと言われるゆえんですな。こんなんされたらたまったもんじゃないよ一番近い敵を狙ってくれるんだけども、敵がタレット壊してる間、自分はクロスを組む感じで車線を管理すればデコイ代わりにもなると。全然違う方向いてる敵を倒しましょう。そしてもう一個のアビリティ、なんとこの子テレポートできます。2つテレポートを置くことで、おいおい、もうやけだ。もう未来っぽいでしょテレポートね。これは時間経過で解けちゃいます。主に使い方としては簡単に交渉を取ることができる。やばい敵が来た、ディーバが来たと思ったらもう降りるか、こうテレポートで逃げることもできるんで、攻めにも使える、守りにも使える。自分をテレポートするためだけのものじゃないんだぜ。タレットここに置く、そしてテレポートを組み合わせる。あら不思議、タレットもテレポートしてます。これをね、シン・メトラガチ勢の方はよくバーストコンボって言うらしいんですけど、僕はね難しすぎて使えないこれの何がいいかっていうと、敵の真後ろに気づかれづらくタレットを飛ばすことができるんだよね。前と後ろで、敵を簡単に挟むことができる。でこのテレポートは自分のタレットだけじゃなくて、例えば味方のボブとかトールビョーンのタレットとかディーバのメックなんかもテレポートできちゃうんで、味方との連携うまくいってないと成功しないんだけど、一応そういう使い方もできちゃう。可能性は無限大っすね。じゃあ最後ウルトですね。ウルトはこう発動するとプロジェクトマッピングみたいな画面になるんですけど、この配置で設置するとマップほぼ全体を覆うシールド出ます。これ文字通りシールドなんで敵の攻撃食らえません。だが味方の攻撃だけは通す。すぐ消えちゃうんだけど、これもまたまた強い。ピンチになっても大逆転できる可能性はある。シールドは前に敵がいたとして、こう横に割るのもいいんだけど、まあ、射程の関係とかもあるんでね、できれば敵が前にいるんだったら横を割くように、ちょっと下手くそだけど横をこう縦を割くようにね、レレレ打ちしながらやるのがメジャーな使い方と言われております。これやられると強いんだよね。かなり気弾が抑えられるんで、たまったら積極的に使っていきましょう。ということで、今日はこのシンメトラを使っていきましょう。ご清聴ありがとうございました。一人だけすげえ未来を進んでる。まあ、ソルジャーも未来っちゃ未来だけど。ね。